さあ、今日は盛りだくさんでございます。はい、続いてのコーナー参りましょう。どうぞ出演者の皆さん前の方へ。あらららら、ふわふわの皆さん浴衣でいいですね。かわいい。かわいい。あ、ふぅ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 。さあ、このメンバーが揃いましたが、はい、何でしょうか、たやちゃん、お願いします。はい、せーの、かわいすぎるよ、彼氏さなかわいすぎるよ、彼氏さな、はい。これはね、さなちゃんの顔を見てちょっと微妙な顔してますけど、たやちゃん、何ですか、このコーナー、説明お願いします。はい、これですね、はい、前に私のかわいいところをみんなにアピール。可愛すぎるよ、はい、たやちゃんやりましたね。今度は私含め5人がさなちゃんの可愛いところをアピールしていきたいと思います。なるほど。イエーイ。じゃあこの5人はさなちゃんの可愛いところを一番パーティーズの中でも知っている5人ということですね。あーもう、はい。あーなるほど、さな先発です。皆さん大きな拍手をどうぞ。素晴らしい。だってもう、さなちゃんといえばね、もう誰が見てももともと可愛いの分かるのに、さらに今日はもう皆さんが教えてくれると。はい。いや、ありがたいですね。さなちゃんどうですか、こんなコーナー企画していただいて。いや、もう何言われるか怖いんですよ。まあ前回のね、たやちゃんを見てますけども。はい、まあたやちゃんね、前回やってもう相当ファンが増えたって聞いてますよ。どうでした？いや、実感はないですけど。実感はないですか？ないですけど、ね。いや、もうビューがどんどん上がってるって聞いてますよ。本当ですか？いや、もう得するしかないコーナーと聞いてますんで。はい。では、5人に1人1人、このさなちゃんの魅力、さらに可愛いところを教えていただきたいと思います。はい、まずはたやちゃん、行きましょう。たやちゃんが思う、はい、さなちゃんの可愛いところ、どうぞ。はい、私が思うさなちゃんの可愛いところは負けず嫌いなところです。可愛い、可愛い、可愛い、違う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 、可愛いって言えばいいって。お客さんもう誰かに仕込まれてるな、これ。市崎美希に仕込まれてるな、みんな。なんですか、この可愛いのタイミングは。いいで、どういうことですか、あたやちゃん、負けず嫌い。あの私前回さなちゃんに滑舌がドジっていじられたんです。滑舌がドジなところが可愛いって言われてましたね、はい、それで早口言葉で確かめようってなった時に、はい、全然言えなくて、全然バスガス爆発が言えなかったやつね。全然言えなくて、もう言えるまで何回も何回も言い直してたから、もう超可愛い。どこで可愛いなんですか。可愛い、あ、この要はあの負けず嫌いをとにかく反復練習して、この自分、これどうですか、さなちゃん自分の中でそれあります？はい、いや、やっぱ自分ができなかったら、やっぱできるまでとことんやりますね。やっぱすごい、今日さなちゃん声出てますね、すごいですね。かわいい。なんかね、演説みたいな感じですね、選挙の。いいですよ。いや、でもじゃあ前回ね、あのリハでは綺麗にできたんですもんね、バスガス爆発。はい、そうなんですよ。もうリハやった時はちゃんと綺麗に言えたんですよ。で、本番でちょっと言えなかったじゃないですか。負けず嫌い見せましょう、今日もう一度バスガス爆発。言えなかったらまた。大丈夫、負けず嫌いは可愛いんですから。バスガス爆発を3回だけです。よろしくお願いします。それではさなちゃんどうぞ。バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発。はっ、素晴らしい。負けず嫌い、かわいい、かわいいですね。 いや、負けず嫌いちゃんと見ました。いやー、これはさなちゃん今日よく寝れるでしょうね。ありがとうございます。さあ続いてはるかちゃん、はい、いきましょう。はるかちゃんが思うさなちゃんのかわいいところ、どうぞ。はい、さなはとにかくアイスが大好きです。あー、かわいい。いや、だからお客さんおかしいです。かわいいのタイミングをちょっとみんなでちょっと譲り合いながら言うのやめてもらっていいですか。かわいいみたいな。どういうことですか、さなちゃん。あ、さなちゃんじゃない、はるかちゃん。さなはとりあえずアイスが大好きなんですよ。はい、1日1個は必ず食べるけど、多い時で3個くらい食べるんですよ。お、もうマジでかわいくないですか。マジでかわいくないですか。かわいい。いやいや、アイス食べるところみんな可愛いんじゃないですか。さなちゃんどうですか、言われてますけども。はい、やっぱ私アイス大好きなんですよ、本当に。肯定するんだね、可愛いのね。ここはアイスのところ。いや、可愛いと思いませんよ、絶対。あ、なんで、なんで。だってなんでアイスがいっぱい食べるだけじゃ誰でも可愛いってなるんですか。気づいたか、ちくしょう。わかりますよ。いや、でもちなみに好きなアイスはどういう、なんかね、スティック状とかいろいろありますけど。私なみにやることがあるんですけど、うん、アイスの実に三ツ矢サイダーをかけるとめっちゃ美味しいんですよ。アイスの実に三ツ矢サイダーかける。よく楽屋でやってます。すごいですね。これ自分で考えたの。はい。いや、 すごいね。はい、めっちゃ美味しいです。ね、やってみてください。すごい、チーズコーンに海ぶどうかけるみたいなね。いやいやいや。いや、いいですよ。ちなみにじゃあ、もうガーッとかき氷とかああいうのをバーッていける。はい、余裕です。え、頭キーンってなるさ。なっても、私は
バクバク食べちゃいます。あ、そうなの。ごめんね、サラと喋ってたら俺も沖縄弁になるからさ。いいですよね、沖縄弁も可愛いですもんね。アイス可愛い。さあ、さらにどんどんいきますか。じゃあ、ももかちゃんいきましょう。はい。ももかちゃんが思うサラの可愛いところ、どうぞ。私の思うサラの可愛いところは、私が走ると負けじと追いかけてくるところです。かわいい、かわいい。嘘つけ、お客さん嘘つけ、意味が分かってないだろ。かわいい。俺は意味が分からないぞ。みんな可愛いと思ってるんだな。どういうことですか。なんか前にコンビニ行ったんですよ。はい。それでちょっと暗かったんですよね、夜でね。私、うん、はい、で怖がりなんですよ。だから私が走ったんですよ、別に競争、怖いから、うん、はい、競争するわけではなく。そしたらなんか追いかけてきて、コンビニ入ったらよっしゃーとか言ってきて、なんか別に競争してるわけじゃないんですよ、私からしたら。なるほど。だから可愛いなって思います。だから可愛いなんか急すぎるんだよな。どういうこと。あ、勝手に、こっちは何も意識ないのに、意識してないのに、なんかよっしゃーとか言ってきて、後ろから勝負仕掛けてきて、保育園みたいな幼稚だなと思って可愛いと。いやー、そうです。どうですか、サラちゃん。いや、私そんなことした覚えないです。確かに桃花は走りましたよ、怖いって言って、うん、で、コンビニ待たせたらダメかなと思って、私も急いだんですよ、桃花のこと追いかけて。でも、確かに勝ったとは言ってないです。だって、桃花が足速いの私知ってんですよ。私より桃花が速いのよ。桃花ちゃん言われてますよ、どうですか。確かに知ってるんですよ、陸上入ってたから。終了。ベルが出てきた。すごいすごい。全国の見ている皆さんが思っていることを一言で言いますね。どうでもいいです。辛いです。どうでもいいけど、かわいい。さあ、続いて、ひなたちゃん。ひなたちゃんが思うさなちゃんの可愛いところ、どうぞ。私が思う、かねちさなちゃんの可愛いところは、うん、男っぽい一面があるところです。男っぽい一面。かわいい。もっともっともっとかわいい。めっちゃかわいい。ほら、見てください。皆さん、かわいいのタイミングだんだん忘れてきてますからね。どういうことの方が先行して、どういうことですか。私、あんまりサラちゃんと喋る機会ってないんです、あ、まあ、喋らないんですけど、サラちゃんの横を通った時に、なんか、俺って聞こえたんですよ。俺と思って聞いたら、結構、俺とか僕って結構使うらしくて、可愛くないですか、めちゃくちゃ。可愛い。可愛い。可愛い。サナちゃんが俺ですか。もう俺、もう俺俺詐欺なの。俺俺サナなんですね。俺俺サナはこれあるんですか、サナちゃん。あります。毎日も学校で行っちゃうんですよ。なんでこれ、な、まあ、なんか憧れがあるのかな。あの、男の子になりたいって思ったことがあるんです。男の子になりたい。はい。って思ったことがある。はい。で、今でもちょっと憧れる、こういう男口調みたいな。はい。あ、いいですね。宝塚行けますね、これ、このまま。いや、でもたまにそのメンバーとかどうですか、ふわふわのメンバー。やっぱあります。はい、あります。あの、私よくファッションショー一緒に歩くんですよ。なるほど。で、サナからしたら、はい、なんか、なんだっけ、なんか3人のうちに誰が行くみたいになって、うん、俺が行くよって言うんですよ。私から行きますってみんな言うんですよ。そう、間違えて俺とか僕とか言っちゃって、もうちょっと待って、間違えて言ってるのそれ。間違えてるんですよ、本当に。あ、そのみんなの前というか、本番とか仕事中はあんま言いたくないけど、出ちゃうってことね。はい。なるほど、普段言ってるから。そうなんですよ。いや、でもこれね、もう、このサナのこのルックスで俺とか僕とか言われたら、もう可愛いってなりますよね。可愛い。いいですよ。いや、皆さん覚えてくださいね。オレオレサナでございますからね。さあ、ラストはリリカちゃんいきますか。はい、さあ、それではリリカちゃんの思う、はい、サナちゃんの可愛いところ、どうぞ。はい、私の思うサナの可愛いところは、手汗がやばいところです。かわいい。かわいい。サナちゃんが何も反論しないってことは本当なのかなと思いますが、はいはい、まずリリカちゃん、どういうことですか、手汗がやばい。はいはい、私がステージでマイク交換をサナとするときに、サナから受け取ったマイクがすんごいびっちょびちょなんですよ。おう、かわいいね。かわいい。いや、かわいい。かわいい。そんなね、もうすごいいいじゃないですか。サナちゃん、その辺はどうなの、事実なんですか。はい、事実です。もうこれは生まれつきそうなんです、私は。テンションでごまかそうとしてますね、今。いや、ごまかしてない、本当です。あの、私、あの、手汗かすごいんですよ、本当に、うん、でも、その代わり体中どこにも汗かかないんですよ。お、手だけ。みんな、あの、単独とかめっちゃ汗垂れたりしてるんですけど、絶対サナはかかなくて、手にしか本当にいかないんですよ。これも小さい頃からそういう体質というかね。はい、いや、もうこれ女優さんだったら一番いいですよ。もう撮影とかね、顔汗かかないし、手だけかいてね。でも手嫌ですよ。大丈夫、あの、台本びちゃびちゃでしょ。そうなんですよ、髪がびちゃびちゃ。髪がびちゃびちゃになる。鉛筆からどんどん垂れて。いや、垂れはしないんですけど、濡れるっていうんですか。あのね、ともね、髪だとね、はい、いや、でもそういうところもやっぱりリリカちゃんからしたら、うわっ、
マイカめっちゃわかわいいってなってるってことですね。めっちゃ可愛かった。いや、いいじゃないですか。ということはもう皆さんのね、それさらにこの可愛いサナちゃん今日アピールしましたけども、とにかくアイスを食べながら夜後ろから追いかけてくる手がびちょびちょの負けず嫌い可愛いってことですね。可愛くないんですよ。いいです。さあ、たくさん言われましたが、可愛いところサナちゃんどうでした？これ可愛いコーナーってよりなんか自分が恥かくコーナーみたいな感じじゃないですか。まだバレてないと僕は思ってますんで、まだ続けたいと思います。バレバレですよ、先週からもずっと。いや、タヤちゃんどうでした？先週はね、タヤちゃんでしたが、なんだろう、こっち側になってすっごい気持ちがあって前、先週やったタヤちゃんの気持ちが分かりました。分かりましたか？よかった。シリーズ的に続くと思います。いらない。さあ、ということで、可愛すぎるよ彼氏サラのコーナーでした。ありがとうございました。さあ、続いてリードカフェには遠藤美宇ちゃん呼んでみましょう。遠藤、